ブナサワノッコシ小モツルシ山間の登山道ブナ、サワノリコは丹沢山地西部、神奈川県足柄上郡山北町と山梨県、南鶴郡道志村の境に位置する標高1180メートル余りの峠である。道志の森キャンプ場から小モツルシ山へ至る山が、瀬川西沢の登山道と、交渉国境を根が合流する地点にあり、峠より南側は、 県立丹沢大山自然公園に北側は横浜市水道局の水源観葉林に指定されている。周辺はブナを中心とした自然林に覆われており、冬枯れの時期以外は展望はほとんどない。峠手前の登山道では富士山の火山活動由来の黒色火山灰が露出している。山梨県側はこのような火山性の貧弱な土壌のため、 神奈川県側のみずみずしい樹林に比べて細々とした樹林が多い。江戸時代、丹沢山地一帯の樹林は幕府の御用林となり、庶民が無断で伐採することは禁止されていたが、良質な木材を求めて海の国側から国境を越えて、相模国側へ討伐しに行く者もいた。このことに由来して、昭和初期の丹沢山地の地図ではこの峠に、盗賊ぶっ越しや、 討伐越上などの名称が付けられている。このコシッパブッコシは、尾根の反対側へ行くための小さな暗部を指す言葉である。この他に、大股コシッパ討伐のりこしなどの別名も複数存在するが、現在最新版の地図として一般に出回っている、秋文社の登山地図では、船沢のりこしの名が使用されている。こののりこしとは、 小っ敗やぶっこしと同様に小さな暗部を指す言葉で、あり、山が、瀬川西沢の支流の一つである、ブナ沢がこの峠に突き上げていることから、ブナ沢のりこしと呼ばれている。なお、約500メートル北東には同じく、ブナ沢の上流の山という意味で名付けられたブナ沢の頭という山がある。王の山より見たブナ沢のりこしと周辺の山々交渉国境根城にある。 小さな峠であり、この峠のみを目的として登山するものは稀である。西丹沢の名宝といわれる小もつるし山などの周辺の山と合わせた登山ルートの通過点として踏まれることが多い。主な登山ルートとしては次のようなものがある。同市の森キャンプ場3が、瀬川西沢ブナ沢のっこし小もつるし山同士の森キャンプ場から3が、瀬川西沢を上り詰め、 宇宗沢の利越を経て、小もつるし山に登るルート。小もつるし山単独の登山では、最も多く使われるルートであるが、二千十二年十一月現在、台風や大雨の影響で、林道や登山道が崩壊している箇所がある。この往復ルートの他に、城が、小山方面へ足を伸ばして、城が、小峠から三ヶ瀬川東沢へ下る、登山道や、大会、小山手前から、 浦安峠、鳥の胸山へ向かう登山道と合わせた集会ルートを取る登山者も多い。西丹沢自然教室あぜが、丸大会小山ぶなさわのっこし小もつるし山から、大棚の東平山なし、神奈川県境に伸びる、交渉国境を縦走するルート。西丹沢自然教室からあぜが、丸大会小山ぶなさわのっこし小もつるし山、大棚の頭を経て、 山中湖東岸の平野地区へ至る。小萌釣避難小屋の内観もよりの山小屋は、ナ沢のり子市の西側に位置する小萌釣避難小屋である。日の木道丸の青が竹山荘を除き、丹沢山地西部の山小屋は、無人小屋であるため、宿泊の際は、寝具や自炊具などの登山装備が必須となる。ウィキメディアコモンズには、ナ沢のり子市に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。